大谷翔平投手30の所属するドジャースは米東部時間30日午後、日本時間31日午前7時のトレード期限直前に、タイガースから先発右腕のジャック・フラーキ投手28を交換トレードで獲得した。MLB 公式サイトは、ドジャースはおそらくトレード期限で最大の商品を手にした、と報じた。フラハキ投手の家族はトレード報道を受けると SNS を更新。X にて、1997年頃です。さあ行きましょう。と、フラハテ一家のドジャースファンとしての結束力の高さが明らかとなった。フラハテは以前からインスタグラムにドジャースファンであることを明かしており、子供からの念願が叶ったトレードとなる。なんとご出身はバーバンク。ドジャースタジアムから約15分青い血流れてるの隠してたな。最高な写真だな。フラハテ選手のお母さんは興奮してるし、翔平と同じように、LA ブランドと南カリフォルニアのライフスタイルは誰しも嬉しいことなんだろうな。フラハテ獲得にドジャースのプロスペクト8位と22位の2人ってどんな交渉したんだ？フラハテの地元がこっちでドジャース由来だってのが聞いたのか？フラハテ選手のまま？自分の息子が地元推し球団に移籍だなんて、嬉しいだろうな。欲を言えばスクバルに行きたかったというのが本音やろうけど、タイガース側の要求に対しては YES と言えなかったってところやろ。それでもフラハテを取れたのでドジャースとしてはやることはやったってところやね。